れ様でございます。今日は10月の8日日曜日、3連休の中日ですね。見てください、この気持ちいい秋晴れ。今日は絶好のサッカー日和でございます。というわけでございまして、今日は、ホームに栃木 SC さんをお迎えしまして、 J2 リーグの公式戦となっております。モンテリオ山形は現在11位。ちょっとね、プレーオフに向けてかなり厳しい状況ではありますけども、残り今日入れて5戦、全部勝つしかないです。そして今日勝てば他チームさんの結果が絡んできますけども、最大で8位ぐらいまでジャンプアップできますので、まあ、消化試合にばらつきはありますけども、最大8位まで上がれるチャンスがありますので、全力で応援をしていい雰囲気を作り上げて、そしてもう会心の勝利を収めていただくだけです。さあ、そういうわけでございまして、今日も激アツ応援で選手を後押ししてまいります。よし、行くぞ、勝つぞ。はい、今日のスタジアムグルメ買ってまいりました。まずはこちら、トマトの森さんの完熟トマトのオムハヤシ。これめちゃくちゃ美味しいっていう風に教えていただいたので購入してみました。そして、はい、カフェレストランジュリさんの野田ちゃんのかぼちゃコロッケソースなし。もうこれ食べなきゃ始まんないんでね。よし、じゃあこちら自分にとっての鉄板の2店舗のスタグル、こちらをいただいて今日の勝利を後押ししたいと思います。いただきます。
応援ありがとうございました。まだまだ可能性が残っていると僕らも感じているので、最後最後まで一緒に戦ってください。よろしくお願いします。ホームで初めて試合して、しっかり勝ったので、良かったです。良かったです。ありがとうございます。この2連勝、最高です。お疲れ様でございます。自宅の方に戻ってまいりました。今日ね、あの J2 リーグの公式戦で、栃木 SC さんをホームにお迎えしまして、J2 リーグの方を行われました。いやー、モンテリオ山形、本当にもうプレーオフ圏内に進出するためにもう一戦たりとも負けられないのはもちろんなんですが、あの本当にね、もう勝ち点差がかなりこう詰まった状態で、複数のかなり多くのチームでプレーオフ争いしてますので、もう正直引き分けすら許されないぐらいもう厳しい状況となっております。でそんな中で、本日試合の方が行われまして、モンテディオ山形2対0で勝利しました。イエイ、ありがとうございます。勝てたのはもちろん嬉しいんですが、何よりクリーンシート、無失点での勝利、これは本当に大きい一勝となったと思っております。今日は先発出場された選手はもちろんですけども、途中出場された選手も含めて、もう皆さん、モンテリオ山形の選手皆さんが積極的にゴールを狙いに行った結果が結びついたんではないかというふうに感じております。
いやー本当に素晴らしい試合でした。で試合の方なんですけども、めっちゃくちゃ簡単に振り返っていきます。まず前半の31分ですね、あのキックオフから、モンテリオ山形の方がこうボールを握っていく、握っていってペースを作っていくっていうような感じのゲーム展開になってたと個人的には感じております。そんな中で、まあ、なかなか両チーム点が入らずにちょっと重たい感じになってきたかなっていうような、あの雰囲気が重くなってきたかなっていうような感じがしてはいたんですけども、あの横山瑠偉選手がまずボールを受けまして、そこから栃木 SC さんのディフェンスのプレッシャーをかいくぐるような感じなのか、こうフリーのスペースを見つけてそちらの方に流れていったのか分かんないんですけども、本来横山瑠偉選手は右のウィングですので、右サイドの方が主戦場になってますけども、まあ、ゴール前からだんだんこう左の方にボールを持ちながら突破していって、そこから藤本義樹選手にクロスを、グラウンドのクロスですかね、確かグラウンドのクロスだったと思いますけども、クロスを上げて、ちょっと難しいボールになったんですけども、うわーこれ合わないかなーなんていう風に見てたんですけども、藤本義樹選手さすが生粋のストライカーですね。もう本当に難しいボールだったんですけども、これを技ありのシュートでなんとかこう足に当てて、本当に技ありだったと思います。このシュートが見事に栃木 SC さんのゴールに刺さりまして、待望の先取点となりました。いやーこのゴールでもう一気にちょっと重くなりかけた、試合展開がグッとモンテディオ山形の方に来たかなっていう風に感じました。で、ね、前半の残りは、まあ、そこから、まあ、なんて言うでしょう。互いのスイッチが入ったような感じになって、結構面白い展開のまま、緊迫感のあるような試合展開のまま、前半が終了となりました。で、後半、両チームどういった風に作戦を変えてくるのかな、選手はどんな風に動くのかな、ね、注目して見ていたんですけども、後半始まって8分。約2ヶ月ぶりの先発出場になったんですかね、宮城天選手、いや待ってました。宮城選手 のスタメン復帰も嬉しいんですけども、待望の追加点、そして宮城選手自身がモンテリオ山形に加入してくださってからの2ゴール目になりますかね。もう待望の宮城選手のゴール、そしてモンテディオ山形にとっての最高の追加点という形になりました。でこのままなんとか逃げ切れるかなというような感じはしておりました。ですが、今日のモンテディオ山形はさっきもお伝えしたように、本当に全選手がもうとにかくもう1点取るんだというような感じで、とにかくボールを持った選手、もしくはこう跳ね返ってきたボールを受けた選手がもう狙えるのであれば、もうそこからちょっと遠くても狙うっていうような、そういった積極的なシュートが本当に目立ちまして、もうなんとか3点目を入れて勝つんだっていうような強い思いがビシビシと伝わってくる、そんな試合でありました。で試合の方は、残念ながらモンテディオ山形、そこから追加点を挙げることは叶わなかったんですけども、まあ、栃木 SC さんの守備が本当に集中してたっていうのもあると思います。ですので、まあね、追加点奪えなかったのは残念だったんですけども、2対0で、久しぶりの勝利となりました。試合前の順位が11位だったんですけども、8位までジャンプアップいたしました。そしてプレーオフ圏内の6位までの勝ち点差なんですが、順位もなんですけども、まだこう試合の消化数にばらつきがありますので、あくまで暫定という順位、そして勝ち点差になりますけども、6位プレーオフ圏内との勝ち点差は3に縮まりました。ですので、まあ、もちろんモンテディオ山形はもう勝つしかない状況なんですけども、とりあえず勝ち続けていって、他チームさんの結果次第ですが、次節でプレーオフ圏内に入ることも可能となってまいりました。いやー盛り上がってまいりました。で
ちょっとこんなことを今さらほじくり返したくないんですけども、連敗中ですね、悪夢の8連敗がありましたけども、その連敗中、動画内でちょっと何回か言わせていただいた記憶があるんですけども、こういう辛い時こそ、電録さんの鈴木社長さんの言葉、2年ぐらい前にスピーチしてくださった言葉の中で、おっしゃってた言葉をもう一回我々思い出しましょうというようなことをちょっと動画内で言わせていただいたことがあるんですけども、やっぱりね、モンテビオ山形が強いから応援するのではなくて、我々が応援するから強くなるっていう、それが何て言うんでしょう、今日まさにそういった我々の思いが届いた試合、そして選手が我々の思いを汲み取ってくださって、もちろん毎試合勝利を届けてくださるために一生懸命プレーされてるのは十分感じてはいるんですけども、今日は本当にそれが最高の形でピッチ上で表現してくださったんではないかというふうに感じております。そんな素晴らしい試合でございました。いや、それにしても今日はね、3連休の中日ということもあってか、栃木 SC さんのサポーターの方本当にたくさん集まってくださいましたね。ゴール裏から見させていただいたんですけども、栃木 SC さんのゴール裏に集結してくださったサポーターさんだけでも300〜400人、もう400人はいらっしゃったんじゃないですかね。他にもね、当然メインスタンドですとかバックスタンドでご覧になってたサポーターさんもいらっしゃるので、本当にね、ものすごい多くの栃木サポーターの皆さんにお集まりいただきました。本当にありがとうございました。最高な栃木サポさんの素晴らしい応援でした。本当に迫力があって、やっぱ栃木さんのそういう素晴らしい団結力っていうんですかね、あと熱い思いとかっていうのを本当に感じられた試合だったなというふうに感じております。で、次節となりますと1週間空きます。次の試合となりますと、今日が10月の8日ですから2週間後ですね、10月の22日アウェーで津営源金沢さんとの試合となります。14時キックオフとなります。いやー、金沢さんもね、本当に今年厳しい展開が続いてますので、なんとしても J2 残留に向けて本当に死に物狂いで一戦必勝という形で試合をされてると思いますので、もう本当に厳しい試合になるかと思います。ちょっとね、現地までにはさすがに行けないので、もう思えば届くと思ってますので、ダゾンで自宅から熱い応援エールを送りたいと思います。で、ホーム戦となりますと、その翌週ですね、10月の29日、ホーム NDA ソフトスタジアム山形に、これまたプレーオフ圏内を争っているザスパ草津群馬さんをお迎えしての一戦となります。で、ザスパ草津群馬さんとプレーオフ圏内の争いをしておりますけども、群馬さん消化試合数が少ないんですね。確か1試合少ないはずなんですよ、モンテリオ山形より。ですので、現在の順位勝ち点差以上に、なんて言うんでしょう、本当に負けられないですし、何としても勝たなくてはならない対戦チームとなります。次の試合、アウェーで津営源金沢さんとの本当に厳しい試合になるかと思います。現地に駆けつけてくださる山形から、そして全国各地から集まってくださるモンテサポの皆さんいらっしゃいます。どうか道中お気をつけていっていただきまして、そして我々の代わりに激アツの応援よろしくお願いいたします。そして今日ですね、いつもお願いしている手越優也さんと、手越優也さんのファンの皆さん、ハニーの皆さんにまた、Twitter、現在の X ですね、こちらの方で、懲りずにまたモンテディオ山形に激アツの応援をよろしくお願いしますというような形で、ツイートさせていただきました。本当にたくさんのありがたい
メッセージ、コメントをいただきました。そして勝ったっていうような報告をさせていただきましたら、また温かいコメント、そしてメッセージなどもたくさんいただきました。本当にね、毎試合お願いするばかりで、ね、大変申し訳ないんですけども、いつも本当にありがとうございます。いやー、もう本当に残り今年あと4試合で J2 リーグ終わってしまいます。なんとしても我々の応援でモンテリオ山形プレーオフ圏内に押し上げましょう。うん、まあね、我々にできることはもう文句なんかもう言ってる暇はないです。愚痴なんかも言ってる暇はないです。とにかくひたすら前だけを向いて、とにかく選手を後押しするのみです。よし、まあ、そんな感じでこれからも残り4試合となりましたけども、激アツの応援続けていきましょうというような感じでですね、これ普段スタジアムで使ってるメガホンなんですね。これ今年のキッズデーでしたっけ、そちらの方で学生の皆さんにプレゼントされたアイテムなんですけども、これは自分はグッズショップの方で購入させていただきました。でこう毎試合こうパン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 といい音するんで、すごい重宝で重宝して使ってたんですけども、もういよいよね、この辺見てわかりますかね、もう割れちゃってもうこっちも割れちゃって、ここ中の紙の部分が見えちゃう状態になっちゃっててんですよ。でこれスタジアムの売店でもう完売しちゃってて売ってないんですよ。なのでこれどうしようかなと思って、ここもうひび入ってるところっていうか割れてるところテープで巻いて、とりあえずなんとか応急処置して使おうかなとは思ってはいるんですけども、ちょっとね、毎試合激アツの上しましょうなんて言ってそれをやってるせいか力入りすぎてるんでしょうね、とっとメガホン壊れちゃいました。いやー、なんか次のメガホンどうしようかなってな感じで今悩んでおります。で今日これ叩いてて、ちょっとこの割れてたところがパーンってさらに割れて、なんか飛んでっちゃったみたいで、後ろで応援している、いつも応援されてるお父さんからなんか飛んできたよなんていう風に教えていただいて、ああごめんなさいなんて慌てて拾ったんですけども、まあ、飛んでったこのクリアなパーツが他のサポーターさんに当たらなくてよかったなっていう風にほっとしてる状態なんです。まあメガホンなんかね、こちらグッズショップで販売されれば1500円で購入できますので、まあ、1500円ぐらいでって言ったらちょっと変な言い方になりますけども、これでもう壊れるぐらいの激アツの応援をして思いが届くのであれば、もう1500円惜しいですけど、いいっす、もう1500円毎試合ぶっ壊します。こんな感じでございます。今日モンテリオ山形勝ちました。ちょっとまたいつもより長くなってますけど、もうちょっとだけお付き合いください。でモンテリオ山形ホームで勝ちました。見に行った試合勝ちました。じゃあ乾杯と参りましょう。皆さんお飲み物の準備はいかがでしょうか。まだの方いらっしゃいましたら動画を一時停止していただくなり、もう何なり結構ですので、お酒でもジュースでもお茶でもお水でも何でもいいので乾杯いたしましょう。では準備が整ったと仮定させていただきます。ではモンテリオ山形、今日は無事に勝利いたしました。素晴らしい勝利をお祝いするのとともに、残り4試合何が何でも勝ちましょうという思いも込めて、では乾杯。よし、よいしょ。まあ、パパ勝った後に飲むお酒は美味しいですね。残り4試合みんなで美味しいお酒飲みましょう。そしてプレーオフに進出して、プレーオフの1回戦2回戦で決勝になるのかな、残り3つぐらいの戦いが続くと思います。全部勝ちましょう。 J1 復帰しましょう。そのためにも本当にもう我々サポーターにできることはもう前を向いて、もうひたすら激アツの応援を続けるのみです。さあ、そういうわけでございまして、次のホーム戦までちょっと3週間ぐらい空きますけども、またホーム
ちょっと寒さ厳しくなってくると思いますけども、我々の激アツの応援でスタジアムをホットな空間に作り上げましょう。そしてまあ、暑いというぐらい、もう汗かくぐらい最高の応援ぶちかまして、勝利いたしましょう。さあ、そういうわけでございまして、いつも本当に長くなって申し訳ないです。次の試合も、次はアウェーの厳しい戦いです。その次、いよいよホーム戦。もう残り少なくなってきました。最高の応援で何としても勝ちましょうということでございまして、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よし、残り全部勝つぞ。ではバイバーイ。